富谷富谷文中元年、大安五年三月十三日は、鎌倉時代後期から南北朝時代の僧、家人。父は二階堂氏一族の二階堂三貞佐田とされるが、藤原諸座根の子孫という説もある。俗名は二階堂貞宗の一児と思われる。子に、僧、家人の狂犬がいる。若い頃に、比叡山で老居して、天台教学を学び、 その後、高野山でも修行。二十歳代後半に、近伝寺の間間に支持支持集となった。西業を指席をしたって、諸国安刊、京都東山総派や指の西業の旧席に草案を構えるなど陰遁者の生活を送った。二条多め世に支持して、活躍、二条派最高の祖とされ、二十歳代で、喜び運、清弁、吉田健康と共に和歌四天皇の一人とされた。 地下の歌人であり、歌壇での活躍は万年であった。新州岩下州先進の際には、先者二条溜明が、先週の途中で亡くなったことから、富谷がそれを引き継いで完成させたが、先者となったのは76歳の時である。北朝の実力者二条、吉本の保護を受けた。俗戦在州以下の直戦和歌州に44種が、日州、著書に、聖夜将。 愚も研究などがある。ありがとうございます。